毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回は基盤バイブのスイミングテストを行いたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。今回も使用するタックルがエバーグリーンのテムジンザ・コブラになります。そしてリールの方がシマノのメタニウムマグセブンになります。ラインの方がフロロの13ポンドです。では初号機カラーのあなた、ちょっと泳いできて、あ、いってらっしゃい。あ、いいですね、明滅が、イエローとブルーの明滅がいいです。これは釣れそうですね。うん、いいです。それでは後ろの穴に通してみました。泳ぎ変わるのかな。さあ、行っといで。ああ、よりそうですね、振るようになりましたね。穴の位置もいろいろ研究する価値ありですね。それでは2号機カラーのレッドヘッド君、行ってきて。はい、それではドボン。ああ、これもいい感じですね。まあ、いろいろちょっと試したくなりますよね、ウェイトの位置とか。うん、それではアワビカラーでちょっとキラキラしてきて。それではアワビカラーのあなた、行ってきて。うん、いいですね。うん、いいです。高級食材なのでバス君も食ってきてくれると思います。それではタイガー君、これだけ前のウェイトですね、こちらの方が 1.5 号のタイプです。さあ、キラキラしてくれるかな。それではタイガー君よろしく。基盤バイブのスイミングテストでした。これでできるかな基盤バイブは終わりです。また次違ったウェイトの付け方なんかで挑戦してみたいと思います。それではご視聴おおきに。